ジャクソン・ブローマンは、レバノンの元プロバスケットボール選手。カリフォルニア州ラグナ出身。ポジションは、パワーフォワード、センター。208センチメートル、100キログラム。1980から81シーズンに、NBA のユタジャズでプレーしたブレット・ブローマンの、息子として生まれる。ユタ州バウンティフルの高校から同州エフライムにある、スノーコミュニティカレッジに進学。その後、 アイオワ州立大学でプレーした。2004年の NBA ドラフト2巡でシカゴブルズに指名された。フェニックスサンズと契約し、2005年1月にケイシー・ジェイコブセン、マチェイ・ランペと共にジミー・ジャクソンとのトレードでニューオーリンズ・ホーネッツに移籍した。ホーネッツ在籍中、クリス・ポールのパスを受けてダンクを決めた際にはリームから落ちて手首を骨折し、 シーズン残り試合を棒に振った。2006から07シーズンはリーガアッコブの CB グランカナリアで2007から2008シーズンは CB ジローナでプレーした。ジローナとの間でサラリーの支払いトラブルが起きたためシーズン中の2008年2月にリトアニアバスケットボールリーグの BC リエトゥボスリータスへ移籍した。2009年6月レバノンのパスポートを入手して レバノン代表となり、アジア選手権に参加して4位入賞に貢献した。2010年10月、中国プロバスケットボールリーグのトンガン・レオパーズと契約した。2011年、ニガワ・電子ランド・イレファンツと契約して、同年12月に中国のチャンス・ドラゴンズと契約した。その後、2012年3月に、フィリピンバスケットボールリーグのバランゲー・ギンブラ・キングスと、 契約し、同年終わりには中国の山東ライオンズと契約した。2015年6月29日、プロマンがロサンゼルスの自宅のプールで死亡しているのが発見された。友人のダンビル・ツァーンは、プロマンが事故で溺れたことについて、座っていた彼は家の中に行くために立ち上がって階段につまずき、頭を打ってプールで溺れた。と自分のツイッターにて明かした。 ありがとうございます。